こんにちは、平山千佳です。今回はモーターについて説明したいと思います。この動画を見ることでより深くボートレースが学ぶことができたり、違う角度からボートレースを楽しめたりしますので、最後までご視聴よろしくお願いします。では早速モーターについて説明します。重さはですね、42キロ。とても重いです。一人で持つにはですね。はい。396.9cc、32馬力という力でこのモーターは動いています。簡単にどのようにこのモーターが進むのかっていうのを説明したいと思います。まずここのスターターロープですね。このロープでこのプーリーと言います。ここを回すことによってここについているクランクシャフトが回ります。クランクシャフトにはピストンがついていて、ピストンの上下運動が始まります。こちらについているドライブシャフトが連携して回ります。そしてギアケースがこの90度の方向に回転を変えてプロペラに伝わり、プロペラが回転して推進力を得てこのモーターが進むという仕組みになっています。簡単に説明したんですけど、中の構造っていうのはこの状態ではね、わからないので、今から実際に分解していきたいと思います。そして分解しながら交換部品っていうのがいろいろ出てますので、それを紹介していったり、いろんな話を加えながらできればなと思います。はい、今から分解していきたいと思います。こちらのナットを今取りました。これね、モーター重いですね。ね、重いでしょ。はい、取れました。結構ね、重たいんですよ。今からどんどん分解していきます。こちらにプラグがついています。これは選手個人で持っていくものですね。プラグもやっぱりいい悪いっていうのがあるので、選手はこまめに買い替えています。で、下のオイルシールというのがあるので、こちらですね。これはね、ガスケットです。圧縮漏れを防ぐというね、役割がそれぞれあります。このオイルシールもですね、圧縮漏れを防ぐといういろいろなところについています。よく選手が整備をして良くなったっていうふうに言われると思うんですが、逆にね、整備をして悪くなったっていうのももちろんありますね。選手っていうのはエンジンが動いている時、いい時っていうのは整備をあんまりしない人が多いです。悪い時に整備をするっていう方がほとんどですね。キャブレターを外していきます。キャブレター交換っていうのをね、たまに見ると思うんですけど、キャブレター関係っていうのはですね、モーターがスローから高速に向かっていく時の立ち上がりだったりですとか、スローの回転域など、スロー関係がおかしいっていう時にキャブレターを変えたりすることがあります。キャブレターを変えたからって絶対良くなるっていう保証はあまりないんですけど、キャブレター交換っていう際にはこの部分を変えた、先ほどのこの部分を交換、こういう風に交換するっていうことですね。こちらがリードバルブですね。ヘッド、シリンダーヘッドを取ります。今外しているところはプラグがついているところですね。結構ね、塩を噛んでね、硬かったりするんですね。レース場によっては海水、淡水、喫水ってあって、丸亀は海水なので、やっぱり塩をね、噛んでしまうこともあるので、ずれにくかったりっていうのはレース場によってあります。淡水だとね、すごくスムーズに外れますね。はい、シリンダーヘッドを取ります。ナットの下にはね、ワッシャーっていうのもついています。この部品が一つでもなくなるとエンジンはね、やっぱり性能が落ちますね。そしてガスケットです。はい、このガスケットっていうのは転覆をした時に、吹き抜けるエンジンに衝撃を、ちょっとでも分散するように切れ目がね、入っています。逆に転覆した時にガスケットが吹き抜けてなかったら、破れてなかったら結構ダメージを受けてます。
逆に吹き抜けてる方が、破れている方が力が分散したっていうことなので、はい、吹き抜けた方がいい。はい、今はね、今外してるところはエキゾーストといって、排気のところです。何でもそうですよね、車でもそうですよね。こうマフラーからね、排気ガス出てますよね。それと一緒でこのモーターにも排気するところがないとエンジンうまく回らないので、いかにね排気効率を良くするかっていうのがこのエンジン大事になってきますね。なのでここの部分も整備ではとても大事な部分です。カーボンがついてたりしますね、はい、真っ黒ですね、この排気の部分なので黒いです、ね、ガスケットもちょっと黒くなってます。はい、そして、ここのナットを取っていきたいと思います。よいしょよいしょ。女子選手もね、整備っていうのはねする選手多いです。ベテラン選手は特に整備校舎の方多いですね。日高先輩、山川先輩、かなりの整備校舎です。何回もこの分解組み立てっていうのを長年積まれていて、データっていうのもすごく持ってますね。こちらを分解しますと、はい、ピストンが出てきました。はい、こちらです。このプーリーが先ほどね言いました、プーリーが回ることによってこのピストンが、クランクシャフトが回って、クランクシャフトについているピストンが上下運動をします。そしてそのピストンが入っているところがここですね。今ここをね分解しました。はい、よくピストン交換、ピストンリング交換っていうのはここを交換しているっていうことですね、はい、ピストン交換、一つなのか二つなのか、はい、それぞれですけど、はい、ピストンリング交換っていうのはここについているこれです。ピストンリング、こんなに細くてこんなに、ね、スリムなちっちゃい、これがリングです。ここについてます。スムーズにピストンがこう動くように圧縮漏れを防ぐ役割っていうのがこのリングにあります。ピストンっていうのも同じように作られているんですが、サイズが違ったり重さが違ったりするので、どのピストンがどのシリンダーに合うのかっていうのは、こちらシリンダーっていうんですが、どのピストンがどのリングがどのシリンダーとうまくこうマッチングして動いてくれるのかっていうのはやってみないとわからないことですね、はい、こちらの部分を書いています。そして、まあ、大整備と言われるんですが、セット交換、シリンダーセット交換、シリンダー交換という名目が表記されているっていう時にはこちらの部分を変えているってことですね。ピストンが入るところ、こちらをシリンダーと言います。丸亀の場合はシリンダー交換っていう時はシリンダーとピストンセット交換、このような形でセットでピストンとシリンダーセットで交換、シリンダーセット交換っていうのはこういうことですね。上によってはピストンがないっていうところもあります。もう本当にこのケースだけっていうところもあります。丸亀の場合はもうセットです。ピストンも一緒にごっそり変えます。これがシリンダーセット交換、ピストン交換、リング交換、シリンダーセット交換っていうのはこういうことですね。そして電気交換、電気一式交換っていうのもよく見られると思うんですが、このプーリー、ロープを引っ掛けるところです。このプーリーというところはロープを引っ掛けるところで回すところですね。この下っていうのが電気になっています。電気一式交換っていうのはこういうことを交換、はい、電気ですね。プーリーが回った時に電気が発生してそれをプラグに伝える、この電気を交換することによってモーターの性能をもっとアップさせるとにつながる、まあ、悪い電気、いい電気っていうのは同じように作ってもあるので、エンジンがあんまり動いていないなっていう時は、まあ、いろんな部品を変えてみる、その一つが電気交換ということですね。そしてクランクシャフト交換、これはね、クランクシャフトっていうのは
このプーリーの下、ここの部分です。ここですね。はい、このような形でエンジンね、動いています。プーリーが回ることによってこのクランクシャフトっていうのが回ります。そしてピストンが上下運動、ここの部分、これって人間でいう背骨なんですね。このクランクシャフトが、背骨が曲がったら人間もね、なかなか歩行できないですよね。エンジンも例えば転覆してクランクシャフトが曲がった、動きが悪いというシャフトは交換したり、もうエンジンが全然ダメだなっていう時も交換したりっていうのはあります。まあ、これで馴染んでくれれば、新しいクランクシャフト、違うクランクシャフトをつけてまた馴染んで良くなったよっていうのも聞きますし、まあ、逆にね、絶対変えたからって良くならないっていうのが整備なんですね。はい、こういった大きな部品っていうのはこのような感じで公表されていますね。この選手ここを交換したんだなっていう風に今後思っていただければ嬉しいなと思います。リング交換したんだな、ピストン交換したんだな、でもこれはあくまでもエンジン悪い、もっともっと良くしたいで交換する、交換したからといって必ずしも良くなるっていう保証はどこにもありません。悪くなることももちろんありますし、まあ、逆に本当に良くなることっていうのもあります。私の経験上も何十回も整備してます、今まで何百回と。はい、その中で結局良くなったなって思うことはやっぱり10回のうち1回、まあ、5回のうち1回、そんなに多くないですね。10回のうち1回っていうのは本当に整備して良くなったなっていう実感はあるんですが、やっぱり10回のうち9回っていうのは整備してもなかなかやっぱり良くならないなっていうことの方が大きいです。はい、まあ、今ねこうしてある程度分解しました。選手っていうのは部品を交換してもらうっていうことも整備ですし、交換せずにもう一度きれいに組み直すっていうことも選手はしたりしています。例えばですね、こちらに、カーボンっていうのがついていますね。はい、このカーボンを取る選手もいます、取らない選手もいます。はい、そして、まあ、クリップがあるんですが、このクリップのはめ方一つ、クリップの向き一つでも、選手一人一人こだわりがあって整備をしています。今分解しました。そして洗浄しました。洗浄したモーターっていうのを今度は組んでいきます。分解組み立て、組み立ての方です。今から組み立てます。一つ一つ、これは洗浄します。洗浄してエアを拭きます。はい、今はこれシリンダーです。シリンダーにガスケットをまず乗せます。そしてシリンダーヘッド、こちらを乗せます。ちょっとしたね、このガタっていうのが分かりにくいんですけど、もう本当にちょっとしたこのガタって言ったらあれですね、こうズレがあるんですけど、それをどの部品でもそうなんですが、どこでどう合わせるかっていうのはその人の組み方っていうのがありますね。そして、適正な締め付けの強度っていうのが、それぞれ設けられています。締めすぎてもダメだし、緩すぎてもダメなので、適正なこうトルクっていうトルクレンチっていうのがそれぞれあります。そのトルクレンチで同じように締めていく、訓練時代に分解整備っていうのは学びます。そして何度も何度も分解整備をします。そして締め付けの手順っていうのも学びます。1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 これも選手それぞれいろんな組み方があります。今は適正な感じで締めていきます。初めからトルクをかけるのではなくて、じわじわ締めていきます。やはりこうバランスよくきれいに組めるっていうのがいい整備につながりますね。そしてレース足にこう関わってきますね。いたた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 すいませんね、こうやって整備ってね、よく血も出るんですよ。で、3巡目で今トルクをかけてます。カチッって言ってますよね。これが閉まったよっていう合図、これが適正なトルク。なかなかこれがなかったらどこまで締めていいのかわからないですよね。ギューっていきます、本当にギューって締めたら。それは
結局締めすぎだし、緩すぎてもどんどん緩んでくるんで、適正なトルク、これはすごいですね。はい、そしてエキゾーストですね。こちらは排気の部分、排気ってすごい大事なんですね。こちらもカーボンを取る選手もいますし、あえて取らないっていう選手もいます。それはね、何がいいかって本当にわからないんですよね。どちらがいいって正解がないっていうのが整備の魅力でもありますし、難しさでもありますよね。これもね、普通に組めば、今こうカパッと置きました、エキゾースト、そしてナットボルト締めました。普通にだったらこうね、締めますよね、こうね。でも選手っていうのはこう中にね、指を入れてこう平らな面になるように、ちょっとでも流れ、排気効率を良くするように、段差がないように、いかにこう上手に組めるかっていうのをね、みんな適当に組んでないんですね。こここだわりがあって、段差をなくすように組んでますね。やっぱりね、カーボンが排気なんで、汚いところカーボンつきますよね。特にね、組み立て、分解してから組み立てる、この作業っていうのは選手はかなり慎重に気を使って組んでいきますね。こう歪みが出ないように、こうバランスよくじわーっと、こうどっかこう一箇所がきつい、緩いってならないように、綺麗に組み立てれるようにしますね。そしてこちらも適正な工具があります。このトルクレンチでカチッて言ってますよね。はい、閉まりました。そして今度はこっちに行きます。そして今からね、ピストンをシリンダーにセットしていきます。こういう時にはオイルをね、かまして、はい、今から入れますよ。はい、ね、これがあればね、スムーズに入れることができますね。はい、このように、はい、止まりましたね。はい、納豆をね、止めていきます。ここもね、結構選手こだわる部分です。今シリンダーケースの中にピストンをはめ込みましたね。そしてプーリーを回しますね。今からプーリーを回して軽いところを探す。ここが選手いろいろな組み方をしますね。重くて全然回らないってよりは、軽くてスムーズに回る、それはどこなのかっていうのを今から、私はね、結構この初めにロープを引っ張ったりします。これは本当に様々な組み方がありますね。そしてね、今この硬さっていうのを覚えておくんですね。今このぐらいの重さっていうのを覚えておいて、ちょっとね、こうずれるんですね、ガタがあるんですね。これどっちが軽いかなっていうのを結構やったりします。今こうずらしてます。で、今度こっちにずらした、どっちもどっち、ちょっとやっぱ真ん中ぐらいの方が良かったかな。真ん中ぐらいの方が良かったので、ここで組みたいと思います。無言になっちゃいますね。もうこんな感じで黙々と選手って作業してますね。試運転をする、プロペラを叩く、整備をする、いろいろな作業っていうのがあるんですが、少しでもレース足が良くなるように選手っていうのはいろんなことをしますね。プロペラ叩く、試運転をする、モーター整備をする、すべてね、トルクレンチあるので、今ちゃんと閉まったことを確認しました。そして今からこちらですね、リードバルブをつけます。
これも選手よくする整備の一つなんですが、ここのね浮いている部分、この浮き具合を調節する、それによってエンジン、行き足だったり伸びだったりっていうのも、変わる可能性もあるので、ここの部分を外してこの羽の部分をね調整したりします。これも整備の一つですね。そしてこれがキャブレターになるんですが、こちらニードル調整、ニードルって言うんですけど、これは燃料の量を変えれるんですね。絞っていくと少なくなる、開けていくと多くなる。この調整も選手っていうのはシビアにしています。エンジンね、本当にモーターボート全てに関して、プロペラもそう、レースもそう、エンジンもそう、正解ってないんですよね。これをやったから絶対良くなるっていう保証はないし、気象状況も変わりますし、毎回引くエンジンも変わりますし、プロペラとの兼ね合いもあるんで、やっぱりこれがいいとかってなかなかないっていうのがボートレースの難しさ、そしてボートレースの面白さかなと私は思いますね。選手目線で言うとですね、今回こうやって分解組み立てしたんですが、交換部品出てますよね選手で。例えば電気、一式、シリンダー、ギアケースとか出てるんですが、出てるってことはあんまりエンジン良くないから整備したのかなって私は思いますね。やっぱりね、動いてるエンジンってあまりみんな触らないので、でもその整備、何か変えたで化けるエンジンがもうガラリと変わるっていうことももちろんあります。しかし逆にやることによって悪くなるっていうことももちろんあります。それはやってみないとわからない。全然エンジン動いていないのに何もしなかったらそのまんまだけど、何かすることによってもしかしたらエンジンがガラリと変わる可能性がある。なので整備しますし、やっぱりねエンジン出しって今大きいんですよね。はい、今はここの燃料をつけてます。燃料タンクから燃料が来るところです。はい、そしてフラグもつけますね。ね、こんな感じでここを閉める。よし、こんな感じです。はい、そしてガスケットつけます。よし、はい、これでこちらの方に乗せていきます。こちらの方に乗せたら完成という形ですね。なかなかモーターの中身をお見せできるってことは少ないと思うので、この動画を見て少しでもね参考になればいいなと思います。よいしょ、モーター重たいんですよ。はい、このような形で整備というのはしています。そして最後にナットをつけます。トルクをかけて完成しました。はい、分解組み立て、こちらの方の分解組み立てが終わりました。もう一度おさらいしてみましょう。電気一式交換です。こちらを変えることによってもしかしたらエンジンの性能ね良くなる、こうエンジンのかかりが良くなったり足が良くなったりっていうことはことももちろんあります。でも悪くなることももちろん全てに関してあります。はい、ピストンリング交換ですね。はい、これキャブレター交換、キャブレターシリンダーセット交換。はい、丸亀はセットになってます。ピストンとシリンダー、こちらがクランクシャフト交換、ここの部分ですね。ピストンを外したこちらがクランクシャフト、背骨に当たる部分です。こちらの部品っていうのは公表されてますので、変えた選手っていうのはその後足色どうなのかなっていうのは期待を込めて見ていただけたらなと思います。続きましてギアケースについて説明します。ギアケースっていうのは上からの回転を今度90度に変えてプロペラに回転を伝えてくれるという役割のギアケースです。
よくね選手はギアケースの調整します。そしてギアケース交換っていうことはこれ丸ごと交換っていうことです。今ここの部分ですね、ここを交換することによって悪いエンジンが良くなるっていう可能性ももちろんありますし、まあ、逆のことももちろんあります。ギアケース交換っていうのはこれを丸ごと交換するということです。それ以外にもギアケースの調整を選手は交換せずにこのギアケースの中を調整したりします。よくする調整っていうのはバックラッシュ調整っていうんですけど、こちらの方にこのようなギアっていうのがまあこうね入ってますね、こう、はい、このギア歯車がねこう噛み合ってるんですけど、この隙間をガチガチにするのかこうちょっと広げてやるのか、まあ、この隙間調整っていうのをよく選手はギアケースバックラッシュ調整っていうんですけど、これは大半の選手が毎節やる作業です。そしてギアケースについているこのプロペラ、これを今から外していきたいと思います。今取っているところが割りピンという部品ですね。今取りました。そしてナットを外します。プロペラナット、そしてプロペラです。これがプロペラになります。そしてこれをつけるときに必要な部品、今言いましたね、割りピン、そしてシャーピンというこの2つの、すごいすいません手が汚れてしまいましたが、はい、この2つのこんな小さな部品ね、手のひらに乗せたらこんなに小さな部品、たったこの2つとこのペラナットだけでプロペラってついているんですね。はい、今からこの部品を使ってもう一度プロペラを装着したいと思います。まずこのシャーピンを穴に入れます。そしてプロペラを入れます。プロペラナットを回して入れます。そしてプラグレンチで締めます。穴を合わせて割りピン、こんなちっちゃい部品をここに装着して折り曲げます。はい、これでプロペラがつきました。このような感じで日々選手っていうのはモーターを分解組み立てしたり各部品を変えたり、そしてプロペラですね、はい、変えたりしてます。はい、先ほどこちらのパワーユニット、上半身の部分ですね、こちらの説明、そしてギアケースからプロペラに伝わるこの説明しましたが、ここの部分ですね、下半身の部分、こちらがキャリアボディと言います。キャリアボディというのがよく聞きますね、キャリアボディ交換、こちらになります。こちらを丸ごと変えるということですね。これも大整備の一つになります。まあ、これを変えることによってもしかしたら伸び回り足が良くなるという可能性ももちろんあります。結構キャリアボディ変えて良くなったっていうのは多い話ですね。まあ、変えて絶対良くなるという保証はないんですが、一か八かやってみるという価値はある整備だなと思います。そしてこれっていうのはね、上からの回転をこのドライブシャフトが回ることによってギアケースに伝わる、そして排気ですね、こちらの方が排気という感じ、ここがキャリアボディになります。はい、そしてよくね、風が強い時っていうのに安定板使用よく見ますね。安定板っていうのはどういう形でどこについているのかっていうのを今から説明します。実際の安定板がこちらになります。初めて見る方も多いと思います。はい、このような形になっていまして、どこにつけるのかって言いますと、ここです。ナットをここにつけます。普段はこうです。しかし水面状況が悪い時、風が強い、波が立っているっていう時にこの板をつけることによって抵抗が増えますね。抵抗が増えることによって安定します。この板で全然違うんですね。もうこの板がなかったらすごく怖くて乗れないです。
しかしこの板がつくだけで、あ、乗れる、うん、これならレースできるっていう状況になります。しかしこの板がつくことによって負荷っていうのはねすごくかかるんですね。抵抗っていうのはものすごく受けます。なのでプロペラに影響っていうのはありますね。どうしても回転が落ちる可能性があります。負荷がね、抵抗が増えることによって回転が落ちるという可能性があるので、よくすることはチルトを跳ねる、この取り付け角度を少し上げてあげるっていう作業、もしくはプロペラを回すという作業を選手はしたりします。もちろんいい時は安定板つけてその状態で走れる時ももちろんあります。しかしこれをつけることによって抵抗になって回転が落ちる、そして回転を上げる作業っていうのも選手はしたりします。はい、そしてチルト、よくありますね。チルトマイナス 0.5 度、チルト0度っていうのはここを変えているっていうことですね。はい、今はちなみにマイナス 0.5 度です。よく選手はマイナス 0.5 度っていう一番低いところで乗っていますね。今からマイナス 0.5 度から0度に変えていきたいと思います。まずナットを緩めます。そしてチルトロック、こちらのレバーを引くとここが動きます。はい、チルトが変わります。そしてここの角度ですね、今マイナス 0.5 度だったのを0度に変えました。そして再び締める。このマイナス 0.5、0っていうのは言ったらですね、2ミリとか3ミリの差なんですよ。それぐらいしか上がらないんです。1センチも上がりません。本当にね、微々たる差です。マイナス 0.5 から0にしたらちょっと跳ね上がる、3度にするともっと跳ね上がります。その分リスクももちろんありますね。私がよくマイナス 0.5 度、0度で試して乗るんですが、0に跳ねた途端にすごくいいっていう時も中にはあるんですね。ほとんどがマイナス 0.5 度、0度変わらないなっていう時の方が多いです。そういう時はマイナス 0.5 で行く時が多いです。しかし乗り比べてみて、あ、0度の方がエンジンいいな、行ってるなと思ったら0度で行きます。そしてこれモーター、そしてボートがここにつくんですが、ボートによって装着した時に取り付けの角度って変わってくるんです。同じ 0.5 度でもボートによって角度が変わるんですよね。だから違うボートだと、あれ、今マイナス 0.5 だけど0度ぐらい高いなっていう時もあります。逆に、ま、すんごい低いなっていう時もあります。そういう時に結構チルトって触ったりしますね。まあ、ここで角度を変えているっていうことです。でも角度はすごい微々たる差です。もうすごい何ミリかっていう、ね、この違いを選手は試運転で乗り比べて、どちらがいいかなって試運転して、あ、今回は0度で行こう、今回マイナス 0.5 で行こうっていう感じで、この調整、チルトの調整っていうのも選手はよくする調整ですね。そしてチルトが定まったらしっかり締めて、このチルトロックを締めることによってここがもう固定されます。もう動かないです。はい、こういった作業を選手はしていますね。もう本当にね、細かく言えばいろいろねあります。これで、まあ、どこがいいかなって、どうしたらもっともっとスムーズにモーターボート動くかなっていうことを日々考えながら、選手は整備やプロペラっていうのをしています。はい、ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。これからもボートレースの魅力を心を込めてお伝えしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。